フォイが何自宅の T シャツ販売行きたがってた、終わったって言っといた。ああ、そうなんだ、終わったから行けなかったってこと。お前やめろって、ハト向こう配信してんだからねえ、嫌がられるぞ向こうのリスナーに。もやめときなさいって、俺が話題にあげたからって言って、そっとしといてあげて、自分は自分の配信で、あの忙しいんだからフォイは。そんな中でツイッチやって自分のプライベートで配信してるわけだから、そっとしといてあげて。ゲームしてるだろうからきっと、そんなにうまくないけどねえ、そう真顔でみたいな。ねえ、あの人もね、あのトークが面白い人なのにね、なんかひたすらゲームやるからね。あ、もう終わったんだ。あ、そうなんだ。うん、社長の代わりね、そう、なんか銀太と喧嘩したかなんかで社長が雲隠れしたんでしょ。いやー、あのさ、まあさ、あのレベゼンの社長は好きでも嫌いでもないけどさ、メンバーのためにさ戻ってやれよ社長は。そろそろさすがにあんたプロでしょ。でかいグループ抱えててさ、社長っていう名前でやっててさ、 YouTube もあってさ、もうそろそろちょっとプロ意識戻しましょうや。まあ俺もさ、あんたのことをさ好き勝手放送で言ってきたけどさ、ねえ、なんかいろいろ思うところあるのかもしれないけど、やめるならちゃんとやめよ、ちゃんとやめよ、もうもうやる気なくなっちゃったんだったら一旦やめようよ。ちゃんと何にも言わないのは、それはファンに対してもメンバーに対しても不義理すぎる。ねえ、ちゃんと言おうよ。なんかそれ良くないよ。ほんとバカにしてるよ、特にファンを。待ってるんだぜ、待たせてるんだぜ。だってお前それさ、好きな女とかにやるか、放置することするか、うん、それすなわちファンのこともどうでもいいと思ってんのかなってなるんよ。でそれを後から俺こんな風に思っとったけんとか言って言ったって、そんなの後付け。思ってることは思ってる時にすぐに言わないと。別にいいよ、休むのが悪いって言ってるわけじゃない。だけどちゃんと言うこと言わないと良くないよ。だって残されてるメンバーで一生懸命やってんだからさ。うん、でしょ。メンバーとは連絡取ってるみたい。だったら同じようにちゃんとさ言わないと、ファンにも。それはさ、いついつぐらいには戻りますとか、しばらく休みますとか、もうやりませんとか、何でもそうだけど、メンバーには取ってて、ファンには何にも言わないっていう。だってある意味そのメンバーと同じぐらいファンは大切なわけやん。ファンあってのレペゼンなわけやん、それ間違いなく。どんなに活動してたって応援してくれる人、見てくれる人がいなかったら終わりなんやからさ。そうで、しかもあんたさ、そのさ、あのコムドットのこととかも言ってたわけじゃん、自分の意見を他のグループに対しても。なのに自分が一番不義理なことをして、クソみたいなことをしてるのはね、それ良くない、良くない。だからね、なんか言った方がいいと思うよ俺。もうやめるんだったらやめなよ、ちゃんと。それしょうがないことやもん、だってあのこと切れちゃったんだったら。だいぶ長いで、あんた、うん、だいぶ長いで。で俺バカな人好きだから。社長ってバカじゃん、ほんとバカじゃん。そう、でもほんとバカなんだと思うんだよね、マジで。あんだけでかいのにちゃんとしないんだもん。借金全然返さないしね、え、なんか奥も溜まっててね、え、ほんでメンバー置いて好き勝手しちゃうし、何してかかんないし、うん、いや本当バカなんだと思うけど、バカが愛されてるうちに気づいた方がいいと思うよと思いますけど。むしろ借金増やしてる。行動力の塊ではあるかねって。まあね、いや俺育成するあれもないよ、俺 人を育てるの下手くそだから。あれこそ ADHD の塊。あとあるでしょ、なんか YouTuber が結婚したんでしょ、なこなこチャンネル。全く知らん、見たこと一度もないけどね。うん、なんか X 見てたら流れてきて、なこなこチャンネル結婚おめでとうみたいなとか、まあ、そういうのが流れてくる中で、なんか不釣り合いとかいうのも流れてきた。なんかあのその奥さんの方が美人でね、男の方がかっこよくないみたいな。いや別にそんなことなかったですけどね、俺画像見たらね。ねえ、なこなこチャンネルって、わかんない、何やってる人たちなのかな。俺そっち系よくわかんないんだよ。うん、なんかあのリアル派の YouTuber よくわかんなくて、なんか平成フラミンゴとか名前は聞いたことあるけど見たことなくて、そう、そっち系わかんないですね。俺と正反対なんで、綺麗な人たちでしょ。そうな、俺はさアンダーグラウンドなんでわかんないし、向こうも多分俺のこと知らないし、こっちも知らないですよ、見たことなくて。でも百何十万人とかでしょ、だってね、すごい有名なんやろうけど、イチャこいてるショートだけ見たことある。あれは知ってる。でも夜の人笑いは見たことある。まあ面白い、なんかマタンゴみたいなデブがいるやつ。そう、めちゃくちゃべしゃりのうまい、もう YouTuber でも喋りうまいやつおるなと思って、あの、夜の人笑いっていうなんか、マタンゴみたいなデビューいるじゃん。あの、ちょっとさ、あの、キノコ頭のさ、そう、あれは見たことあるんだよね。うん、マタンゴ。そう、あ、そう、大島に似てる人、大島さんに似てる人。マタンゴって、ドラクエにマタンゴって言うんだけど、あれは面白いわ。あの男の人面白い。は知ってる。あそこもともとカップルで、で、別れて、みたいなやつでしょ。うん、なんかいろいろあるんだよね、そこもね。だからあの夜の人笑いとか、ね、その夜の人笑いのマタンゴとお友達のガードマンっていうじゃん。あの、ガードマンも好きなんですよ、あれ。
そう、あのガードマン好きなんだけど、ガードマンよりあの後ろにって笑ってる髪の毛ドレッドのあの MY ってやつが好きで、俺なんかあの後ろのあの MY が好きですよ。あの MY がいるからガードマンチャンネルって成り立ってんなと思って、あのすごい大事じゃん、あの MY って人。ガードマンだけではガードマンチャンネルじゃないじゃん。うん、あの MY が好きなんですよ、俺。なんか好き、彼面白いね。よく見るあのドッキリ。しかもドッキリがドッキリのレベルじゃないんだよね。もう家がさ、なんか潜れた時みたいな穴ぼっこになったりとか、そう、なんか上からさ、なんか墨汁バーンってやったりとか、すごい。いや、ガードマンも面白い。てか、ガードマンは俺、ヒップホップの方で知ってんのよ。どっちかっていうと、YouTube より、あのフリースタイルの方、そう、ラップの方で、あの、MC バトルの方で、あの、知ってるかな。そう、見てたりしますけど、ね、両方好きだよ。両方好きなんだけど、特に MY の方が好き。あれ、おバカなの好きだからね。その2つよく見るね。あと、以前のあの動画ポンポン出てる時は江戸くんの動画めっちゃ見てたしね。これガチなのかな、何なのかな、みたいな。江戸くんとよく会うんだけど、あの、ガチってずっと言うんだよね。うん、まだね、口を開いてくれないんだよね。ネタですってね。これ絶対ネタなんじゃないかなと思ったけど、いや、マジですよっていつも言うんだけど、まだね、口を開かないですね。あとなんだろうな。あと最近俺、ショート見るな。メイン動画よりもショート見るな。ちょっと前は、なんか変な、デブがずっとダンスしてる動画見てた。TikTok とかで。なんか、ドゥンティキ、ドゥンティキ、ドゥンティキ。俺よりでかい、すごいデブなやつがいて、なんか、外国人の人なんだけど、なんか、ずっとこうやって踊ってる人知らない？うん、なんかピザとか持ちながらとか、なんかよくわかんないけど、なんかもうずっと同じダンスをし続ける人がいて、あとはなんかあの早朝なんか雪降ってる川でなんか音楽やってる人とか、なんか変わった人見るの好きだね。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you! です。